はい、どうも滝井です、今日はね、自分が板前の時に作っていた料理をね、一品紹介したいと思います。エビを使ったね、揚げ新醤、こちらを作っていきたいと思います。まあ、揚げ新醤を、ご自宅で作るってなかなかないかもしれませんが、案外ね、簡単にできます。プロの、クオリティを、なるべくこう近づける作り方をね、今日紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは早速調理していきましょう。今日のポイントは1つ、エビ新醤、一番大事なね、このエビの部分の処理になります。エビには背中の部分にね、背わたっていう、口でこう食べた時にジャリジャリする、口に残る、部分があります。それをね、調理の時に必ず取ってください。それを取ることで最終的にね、こう滑らかな口当たりのエビ新醤出来上がりますので、必ずやるようにしていただきたいと思います。エビ新醤のね、エビ、こちらの下処理からいきたいと思います。まずね、皮を剥きます。エビの剥き方はね、まずよいしょ、この、頭の方ですね、頭の方になる部分、ここの皮を3枚ぐらい持ってつるんって剥いてあげてください。であと、ここの頭引っ張ってもらえれば、簡単に剥けますので、皮をなかなかこう1枚ずつ剥く方いらっしゃるかもしれませんので、その方が早く剥けますので、ぜひ試してみてください。続いてね、エビの背わたというものを取っていきたいと思います。まずね、こういう竹串、焼き鳥なんか刺さってる竹串、ご自宅にあればこちらを使ってください。まずエビのですね、この背中の部分、こちらのところにこう刺します。横に刺します。こんな形でね、刺します。で、そのまま上に持ち上げてください。よいしょ。するとこうスルッとこう抜ける部分があります。これがね、背わたっていう部分で、ここが、砂利っていうか、こう口に入れた時にね、こうシャリシャリしてしまう部分になりますので、初めにこれを取っておくのと取っておかないのでは出来上がりのね、食感に差が出ますので、必ずね、取っていただいた方がいいと思います。で、今ね、皮を剥いて背わたを抜いたエビ、こちらをね、これから細かくしていきます。包丁使ってね、やっていきます。初めこう上から叩いてくれても構いませんが、初めにこうやって切ってあげた方が後々ね、形がこう揃いやすくなるというか、叩きやすくなりますので、初めにこう切ってあげてください。で、その後包丁を使ってね、細かくしていきます。で、ミキサーを使われる方、いらっしゃると思いますけど、ミキサーでもね、十分できるんですが、ミキサーだと細かくなりすぎてしまって、エビの食感がね、ちょっとこうなくなってしまいますので、私の場合は、包丁を使って細かく、刻んでいく、こちらの方法をお勧めします。続いてね、エビ新醤に合わせる白はんぺん、こちらをね、作っていきたいと思います。こういったね、ジップロックの大きめのサイズ、これを用意してください。で、なければね、チャック袋ついてなくても、チャックがついてなくても大丈夫です。その大きめの袋にまず入れていただいて、はんぺん入れます。よいしょ。で、このはんぺんを手でこう握りつぶしていきます。なるべくね、細かくなるように潰していきます。はい、細かくね、今握りつぶしました。で、このあと、先ほど、包丁でね、叩いたエビ、こちらを合わせていきます。先ほどね、包丁で細かくしたエビ、こちらをね、先ほどの白はんぺんの袋の中に入れます。白はんぺんとエビ入りました。で、こちらでもう一回、握って中を混ぜていく。白はんぺんとね、エビを混ぜ合わせたら下味をつけていきます。まずね、マヨネーズ、こちらを入れます。続いてお塩、そして最後に片栗粉を入れます。最後、ここでもう一回ね、全部混ぜ合わせます。全部ね、こうジップロックのような、こういう袋を使っていただければ、
まあ、この袋の中でね、すべて、混ぜ合わせることができますので、まあ、他のね、まあ、ボールを使ったり、まな板使ったり、そこで混ぜ合わせるよりは、簡単にね、混ぜ合わせることもできますし、その後ね、洗い物も少なくなりますので、ぜひこちらを使ってみてください。混ぜ合わせた、このエビ真丈の素、これからね、形を作って、揚げていきたいと思うんですけど、まず形を作るところから、始めます。こういったバット用意してください。で、片栗粉をバットの上に、入れます。そうしましたらね、こういう巻き巣があれば巻き巣を使った方が形が綺麗になりますんでね、今日は巻き巣を使って、形を作っていきたいと思います。エビ真丈の素、こちらをスプーン1杯ぐらい、取り出します。で、この時にこの巻き巣、この表面のところちょっとこう片栗粉を軽く塗っておきます。こちらのね、エビ真丈の素を巻き巣の上にこう置いて、これで見ますかね、横にこうコロ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 転がしていきます。で、ちょっとこう巻き巣につきやすいなと思ったら表面にこう塗ってみてください。横にこう振りながら転がしていくと、こういうね、俵型の形になります。で、この形で、揚げていくとね、こう可愛らしい、エビ真丈、ね、揚げ方が可愛らしいエビ真丈できますので、ぜひ試してみてください。では揚げていきます。なるべくね、温度低めの方がいいです。じゃあ入れていきます。温度は低めで、ゆっくりね、揚げていく方が中がこう火がしっかり通りやすくて、あと仕上がりもふんわり仕上がりますのでね、よいしょ、なるべく温度は、まあ、これぐらいの今温度170度ぐらいですかね、よいしょ、温度で揚げます。入れたら、なるべくね、触らない、それが大事です。今非常にこう柔らかい状況にまだなってますんでね、柔らかい時に菜箸の中でこうくるくる回したりすると、身割れが発生しますんでね、まあ、低温で、しっかりこう表面固まるまで、待つっていうのが大事です。だいぶね、こう火が通ってきました。入れた時に比べてね、ちょっとこう、横がこうふっくり膨らんでくる、これがね、中まで火が通ってきた、合図ですので、こうなってきたら弱火から中火に変えます。で、このあと最後のね、温度高めにしてカラッと揚げるようにね、中火にするっていうのが大事です。こういうね、キッチンペーパーの上に置いてもらうとね、余分な油吸い取ってくれますんで、食べる時にこうカラッとしたり食べやすくなります。はい、揚げ上がりました。完成しました。非常にね、こう美味しそうにできました。もうね、揚げて、ちょっと時間経ったんですけどね、非常にこう香りも良くてですね、美味しそうな、感じに仕上がっています。早速いただきたいと思います。じゃあいただきます。今日はね、お塩、こちらでね、食べます。お塩を使う理由っていうのが、やっぱこのエビの甘み、それをね、こう塩、あのお塩がね、引き出してくれますので、お塩で食べることがおすすめです。じゃあ早速いただきたいと思います。中は熱々 で表面はやっぱカリッとしますね。で、味はこのエビの甘み、非常に、ね、生きてますね。で、はんぺんが入っていることでこうふっくら、そういった食感を楽しめます。非常にね、やっぱ美味しいですね。今日はエビ真丈をね、作ってみました。作り方はね、非常にこう簡単に、ビー真丈できます。で、味の方もね、自分が板前の修行してる時とほぼ同じぐらいのクオリティでね、できたと思います。非常に美味しかったです。まあ、作り方もぜひ簡単ですんでね、皆さん、ぜひ、今日の一品ということで作っていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。で、あと概要欄にですね、和食を美味しく作るための e-book の、リンクがあります。ぜひね、こちらをダウンロードして、見ていただけると、嬉しいです。
またね、いろんな料理作っていきますので、次回も楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。